ガンビア。ガンビア共和国、ガンビア共和国、通称ガンビアは、西アフリカ西岸に位置する共和制国家。イギリス連邦加盟国であり、2018年に吹き、公用語は英語である。西は、北、大西洋に面し、ガンビア側の河口を除いた全土をセネガルに取り囲まれている。首都は、バンジュール。公用語である英語では、 通称ザガンビア。国名はガンビア側に由来する。英語では、聖書、通称ともに、国名の前に定冠し、座をつけるが、これは15世紀にこの地に、ポルトガル人が入植した時に、川の名前をリオガーンビアと呼び、それを英語に直訳したザガンビアリバーに由来し、長年同地域をザガンビアと呼ぶのが、一般的であったことからである。 ガンビアがイギリスから独立した1965年頃に非常によく似た名前を持つザンビアも独立をしたことから混同を避けるために定冠詞をつけた状態を正式名称とした。英称で定冠詞をつける国は他にバハマ、スーダン、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国、フィリピン、オランダなどがある。年月日に当時の大統領ヤヒアジャメによって ガンビアイスラム共和国に変更されたが、ジャメの公認として大統領に就任したアダマバローは2017年1月28日に、イスラム共和全体の90%であり、他にキリスト教徒やアニミズム、土着宗教がいるため、イスラム共和国ではないと述べ、国名を元に戻した。日本語の表記は、ガンビア共和国、通称ガンビア、漢字表記では、オカヒア、 ガンビアの地域が初めて歴史に登場するのは9.10世紀のアラブの商人の記録である。10世紀から13世紀頃までガーナ王国に属していた。13世紀から15世紀まではマリ帝国に属した。13世紀にマリン家族の商人がイスラム教を広め、18世紀まで強い影響力を持っていた。15世紀頃、ポルトガル人が ガンブや川島流域に商業拠点を建設した。16世紀、イギリスが進出、その後フランスと争った末、1783年のパリ条約によりイギリス植民地となる。1821年が成立、奴隷貿易が行われていた植民地支配の痕跡をとどめる遺構の数々は、クンタ・キンテ島と関連遺跡群として、 ユネスコの世界遺産に登録されている。1959年、ダウダジャーラがマリンケ人の支持により、を結成。1963年、ジャワラが首相になり、自治権を獲得。1965年2月18日、英国女王を元首とする英連邦王国として独立した。1970年4月24日、 イギリス連邦内の共和国に移行し、ジャワラが大統領に就任した。1981年7月29日、ジャワラが外遊中、社会主義革命労働党と国軍内左派グループを中心とした国家革命協議会によるクーデターが起こるが、ジャワラは直ちに隣国セネガルに介入を要請、これを鎮圧した。1982年2月1日、 クーデター未遂を受けて、セネガルとの国家連合を形成、セネガンビア国家連合となった。1987年3月、ジャワラ大統領が2戦。1989年9月、両国の関係悪化に伴い、国家連合を解消。1992年4月、ジャワラ大統領が参戦。1994年7月、 当時29歳のヤヒアジャメ陸軍中尉による無血クーデターで、ジャワラ大統領はセネガルへ亡命。長期政権に終止符が打たれた。その後はジャメを国家元首とする軍政が敷かれた。1994年11月、潤昌港によるクーデター未遂。1995年1月、サバリー副大統領、サデーブ内相によるクーデター未遂。 1996年8月、1996年8月改正憲法国民投票。1996年9月、大統領選挙で、ジャメが当選。1997年1月、国民議会選挙を経て、民政移管を果たした。2001年10月、大統領選挙で、ジャメが2選。2002年1月、国民議会選挙。 2006年3月、チャンサンボウ総長によるクーデター未遂。2006年9月、大統領選挙、ジャメ大統領参選。2007年1月、国民議会選挙。2011年11月、大統領選挙、ジャメ大統領4選。2012年3月、国民議会選挙。2013年10月2日、同日付で、 イギリス連邦から離脱したことを発表した。2014年12月30日、武装した軍事反射や大統領警護隊のメンバーらによるクーデター未遂が発生したが、首謀者らは殺害された。2016年12月、大統領選挙でアダマ・バローが当選。前職のジャメは当初は退任を受け入れたものの、後に退任を拒否し首都に軍隊を配備した。そのため、 バローは2017年1月19日、隣国セネガルの首都ダカールにあるガンビア大使館で宣誓式を行った。15カ国で構成される西アフリカ諸国経済共同体エコアスは、ジャメに大使20日正午までに権限移譲するよう要求し、セネガル、ナイジェリア、ガーナが結成した連合軍は2017年1月19日にガンビアへの軍事介入を表明。 これに対し21日、ジャメは大臣を宣言、赤道ギニアへと亡命した。2018年2月、イギリス連邦に復帰。ガンビアは共和制、大統領制を採用する立憲国家である。現行憲法は1970年4月24日に制定され、幾度かの改正を経ている。国家元首である大統領は国民による直接選挙で選出され、 任期は5年。再選制限はない。大統領の強大な権力は憲法により保障されている。副大統領職あり。行政府は内閣だが、実際の行政権は大統領が行使し、内閣はそれを補佐する執行機関に過ぎない。首相職もなく、全閣僚は大統領が任命する。がって、内閣の権限は極めて小さく、実質的には、 大統領の顧問団として機能している。立法府は一員制の国民議会である。全53議席のうち48議席は国民の直接選挙によって選ばれ、残りは5議席は大統領が任命する。任期は5年。最高司法機関は最高裁判所である。最大政党はアダマバロー大統領の出身母体でもある与党のである。 1996年にヤヒア・ジャメが自らの大統領選出馬と民政移管に備えて結成した愛国再建同盟は国民議会で絶対安定多数を占めて強力な支配体制を敷いていたがジャメ出脚と共に統制が衰え2017年の選挙では大敗して野党となったダウダ・ジャワラの長期政権を支えたは1994年のクーデターで ジャワラが亡命するとその後の国政参加を禁止されて、衰退、2005年に,に合流した。隣国セネガルとの関係は深く、1982年から1989年まで、セネガンビア国家連合を形成していたが、方向性の不一致により解散した。しかし現在は、再び良好な関係にある。ガンビアは、パレスチナを国家承認しており、 イスラエルの存在を認めていない。その背景には、ガンビア国民のほとんどが、イスラム教徒であることから同じイラム教徒の、パレスチナ人に非常に同情的なことが挙げられる。またヤヒヤジャメ大統領は厳格なイスラム主義者であると、共に、徹底した、反米、反イスラエル主義者でもあり、このため同じ反米路線を取るイランやシリア、そして、ベネズエラといった国との関係を強化している。 旧イギリス植民地であったことから、イギリス連邦に独立直後から加盟していたが、2013年に、当時のジャメ大統領は連邦を、新植民地主義の組織と批判し、離脱を表明した。その後、2017年2月14日に、バロー大統領は連邦への復帰手続きを開始し、2018年2月8日に、復帰した。ガンビアは長年にわたって、中華民国、 台湾を承認する数少ない国の一つだったが、中華人民共和国との貿易額が増大するに、つれてその外交関係はギクシャクしたものとなり、ついに2013年11月15日には、台湾との国交を国家の戦略的利益のため断絶したと発表した。近隣諸国との友好関係の維持に努めるとともに、イスラム諸国圏との緊密なつながりを構築している。 1994年の軍事クデーデター発生以降、西側諸国より新規援助停止を含む厳しい措置を取られてたが、1996年以降、民主化プロセスの進展に伴い1990年代後半に援助は再開された。2005年後半には、隣国セネガルとの関係が一時悪化した。両国間には依然貿易面等において解決すべき課題があるものの、 全体として関係は改善に向かいつつある。2006年7月にはアフリカ連合英雄総会を首都バンジュールで開催するなどアフリカ内でのプレゼンス強化を図るとともに国際通貨基金 IMF からの支援や諸外国からの援助の受け入れに努めている。また国連 PKO にも多数の要員を派遣している。ガンビアは5つの地方と1つの市に分かれる。 主要な都市には、首都バンジュールのほかセレクンダがある。ガンビアは、アフリカ大陸最小の国土面積を持つ国である。ガンビア側の両側に国土を持ち、その最大幅は 48km に過ぎない。国土の大部分が、サバンナ地帯であり、国土のうち1300平方キロメートルをガンビア側が、占める。ガンビアはかつて、イギリス領であり、 イギリスとフランスが1889年にガンビア川の両岸約200マイルをイギリス領とすることで合意した。独立後の国土もイギリス領時代の国境線を継承している。農業が主で落花生や米が主要生産品。英語が通じることもあってヨーロッパ諸国から気軽に行ける観光地として近年観光業が盛んになりつつある。バンジュー港は アフリカ西海岸で有数の天然港である。そこからは3000トン級の船舶がガンビア側を走行して内陸のジャンジャンブレアまで航行が可能。またバンジュールにあるユンダン国際空港は全長3600メートル、福音45メートルの滑走路を持つ。スペースシャトルの非常時代会入り口として NASA の資金及び技術援助の元1989年に 回収サタ。2003年の国勢調査によれば、ガンビア国民の内訳は、マンディンカ人が42%、フラ人が18%、ボロフ人が16%、ジョラ人が10%、セラフリ人が2%、その他のアフリカ系民族が4%、ヒアフリカ人が1%となっている。悪と呼ばれる、解放奴隷のクレオール人も少数だが存在する。 アレックス・ヘリージョのアメリカの黒人奴隷を描いた小説及びそれをもとにしたテレビドラマルーツに登場するはこのマンビア出身のマンディンカ人をモデルとしている公用語は英語である2014年3月に英語を公用語から外すと発表したことがあるしかしながらマンディンカ語フラニ語ボロフ語などが日常的に使われているムスリムが90% キリスト教が8%、アフリカ在来宗教が2%となっている。教育制度はイギリスの制度をもとにしている。2010年の推計によれば、15歳以上の国民の識字率は50%、男性60%、女性40.4%である。2011年の教育支出は GDP の3.9%だった。 高等教育機関として、バンジュール郊外のカニフィングに、ガンビア大学、1999年がある。エイズの感染率は1.82%、2014年で、2007年に、当時のジャーメ大統領が夢にて先祖が告げたとされる、エイズ治療薬、実際には、ハーブや香辛料からなる薬等を製作。エイズ患者に、抗ウイルス薬治療を止め自身が作った。 治療薬を服用するように命令し、医療専門家らの間では患者たちに誤った希望を抱かせると非難されたことがある。ガンビア国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が2件登録されている。国営のワガンビアで唯一の放送局である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。